何してるかっていうのを見せよっかな。じゃん、キャストオフです。いつだっけ、2日目の告知の時に多分これがね見えたんじゃないかなって感じで、どうですか、こうなってたんですよ。ネクタイが揺れます。ウェーウェー、これねすごい動きやすくていいんですよ。あ、気づいたね。そう、これ揺れますか。じゃーん、お気に入りのリボルバーです。2丁。だいたい暇な時というか、まあ、ストレスを発散したい時はこいつを使って遊びます。何をして遊ぶか、それがですねこちらです。じゃあ的出現。じゃーん、こちらですね。あ、ほっ、どうどうじゃないか、こういうことしてね遊んでるんだよね。いや楽しいよこれ。あとなんかもう一個確かいい感じの絵があったような気がするんだけど、あるかな。これ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 、ちょっと遠巻きで見てもらおうかな。よし、今日ねめちゃくちゃ調子いいわ。これごめん伝わらんと思うんだけど、めちゃくちゃ調子いい。いきます。ほっ、当たるわ。こっちか。ちなみになんだけど、まあアルダンニスそれ何がどんだけやってんのっていうね話なんですけど、実はですね俺ぐらいのレベルになると、はい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 、こんな感じでねもうどこ打っても当たるっていうね、それぐらいまあ俺は銃の腕が達者なんだね。でこんなことできたりとか、あとはねそうだな、でもう一個見せようかな。風船出るかな。ほい、ほい、にゃ、来ない。今からねあのファストドローっていうのも見せたいと思います。で出してください。はーい、出れるかな。あ、そう、ホルホースのやつ。あ、出た出た出た。これファストドローって調べると出るんだけど、まあ要はなんて言ったら早打ちだな、うん、この近距離にある的をスパンと、まあ、ここからスッと抜いてパンと打ち抜くってやつ。ちなみにこっちの方が俺は難しいと思う。で、まあたくさん練習したんで見てください。いきます。ほっ、完璧だ。今日これ全部うまくいってるかもしれない。完璧だ。ちょっと待って、もう一回いくわ。なんかいい、あー、いいいいいいカメラ、いいカメラ、いいカメラ。よし、いきます。ほっ、あー、手で打った。もう一回。ほっ、ダメだー。ちょっと整えよう。よし、ちょ、もう一回、もう一回お願いします。やめよう。おしまい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 。じゃあちょっともう一個あるから、もう一個あるからちょっとリベンジさせて。風船2個のやつ、風船2個のやつやろう。両手打ちします。よし、リハの時うまくいったんだけどな。よし、いきます。ほっ、よーし、よし、もう移動したいと思います。ゴー。